ねえねえ、ターボチャージャーちゃん。どうしたんだ？自然吸気ちゃん。ネットニュースで見たんだけどさ、ついに新型ミライースが登場するらしいよ。それなら私も見たぞ。現行ミライースは2017年から販売されている車だ。軽自動車だからモデルサイクルも短いため、以前からフルモデルチェンジの噂はあった。最大のライバルであるスズキアルトは2021年末フルモデルチェンジして商品力を大幅に向上させているから、ミライースも早いとこ追いつかないとだね。そうだな。一体どんな進化を遂げるのか楽しみだよ。今回は新型ミライースがどんな車になるのか、現時点で噂されている情報をもとに解説するぜ。よろしくお願いします。スマートアシスト文キャス。ミライースは2011年にダイハツが発売した同社の軽自動車のエントリーモデルを担う車だ。当時はユーザーの意識が環境性能や価格の安さに向いていた。そのためダイハツは誰もが気軽に乗ることができる第3のエコカーをコンセプトに初代ミライースを開発したんだ。ダイハツのエントリーモデルというと、やっぱりミラを思い浮かべる人が多いと思うんだけど、当時のミラよりも低価格で登場したの？初代ミライースは79万5千円から122万円という低価格で発売された。同時期のミラは86万円から116よろず7千円という車両価格で販売されていたので、ベースグレード同士で比較した場合、圧倒的に初代ミライースの方が安い。ふむふむ、それは確かに安い。ちなみに、それって商用モデルであるミラ版の価格も含まれているのかな？いや、含めていない。ミラ版は72万円から85万7千円だったから、さすがにミラ版の方が低価格なのだが、ミラ版の CVT 車は78万5千円なので、ほぼ同程度の価格設定だと言えるだろう。今から10年以上前の話とはいえ、軽乗用車の価格が80万円以下って、冷静に考えるととんでもないね。もともとはミラの派生モデルとして登場した車だが、圧倒的な経済性の高さと使い勝手の良さで、一躍ミラシリーズの看板車種へと成長した。本家ミラは生産終了になっちゃったのに、ミライースは今もなお存続してるどころか、フルモデルチェンジの噂まであるんだからすごいよな。現在販売されている2代目ミライースは、本家ミラから数えて通算9代目にあたる。初代ミライースは可愛い車のイメージが強いけど、2代目ミライースは随分といかつくなったよね。ああ、発売された当時もそのスポーティーな外観デザインが話題になっていた記憶がある。好みが分かれそうな顔つきだけど、個人的にはかっこいいと思うよ。外観デザイン以外だとどんなところが変わったのかな？二代目ミライースは新しいボディ構造である D モノコックを採用しているんだ。そのおかげでボディ剛性が大きく向上しただけではなく、初代ミライースと比べて最大80キロの軽量化を実現した。初代ミライースも相当軽そうなのにマジか。パワーユニットなどは先代モデルと共通しているが、安全装備は最新のものにアップデートされている。また、装備の充実化と燃費性能のさらなる向上を実現していながら、その価格帯は84万2400円から133よろず9200円と、最小限の値上げにとどめているところも素晴らしい。ちなみに燃費性能ってどのくらい？ JC08 モード燃費で 32.2 から 35.2 キロだったはずだ。ハイブリッド車かな？そんなわけないだろ。わかってるよ。ハイブリッド車並みだねってこと？まだまだ目新しさの残る2代目ミライースだが、実はもう発売して6年が経過しようとしている。初代ミライースの販売期間は約6年だから、いつ新型が登場してもおかしくはないね。自動車メディアスパイダーセブンによると、新型ミライースは2023年5月に登場するそうだ。2023年5月ってあと少しじゃん。最近は軽自動車も徐々にハイブリッド化されてるけど、新型ミライースもハイブリッド化されるんだろうか。パワーユニットなどは後ほど解説するとして、まずは外観デザインなどを見ていきたいと思う。新型ミライースの予想 CG ってこと？スパイダーセブンが制作した予想 CG は、ダイハツ D ベースが元になっている。なんなの？その D ベースって？ D ベースはダイハツが東京モーターショー2015でお披露目したコンセプトモデルの一つだ。へぇ、そんな車があったのか。D ベースは次世代のイーステクノロジーを採用していて、内燃機関の環境性能を極めた車に仕上がっている。イーステクノロジーって何だっけ？おっと、説明していなかったな。イーステクノロジーとは既存の技術や部品を精査して、D
低コストで最大限の効率化を図るというものだ。それってトヨタの TNGA 的なこと？新しいもので性能アップを図るのではなく、あくまで既存の技術部品というのが肝になる。パワートレインの進化、車両の進化、エネルギーマネジメントについて、これらがイーステクノロジーの3大要素であり、それぞれを徹底的に磨き上げることで低燃費低価格省資源な軽自動車を開発することができるんだ。で、そのイーステクノロジーを初採用した車が今回の主役であるミライイースってわけだね。ミライイースはイーステクノロジーの採用によってガソリン車トップの燃費性能を実現している。さすがですな。 D ベースもコンセプトモデル感は強いけど、近未来的なデザインでなかなか良いと思うよ。次世代イーステクノロジーを採用してるってことは、その D ベースが新型ミライイースなんじゃないの？まあ普通はそう思うよな。スパイダーセブンの予想ドンピシャじゃん。私も最初はそう思ったのだが、よく考えると D ベースの発表は2015年で、現行ミライイースの発売は2017年となる。確かにちょっとおかしいね。ダイハツが D ベースの外観デザインを市販車に反映するつもりだったなら、お披露目された順番からして、現行ミライイースに反映するはずだもん。私もそう思う。7年以上前に発表された古いデザインを、最新の車に採用する理由なんてないよな。じゃあ、結局 D ベースって何なの？当時開発段階にあった2代目ミライイースの、デザイン案の一つだと私は思っている。で、最終的には全然違うデザインを2代目ミライイースに採用したわけか。スポーティー感を強調しているところなど、共通点が全くないわけではないけどな。 D ベース路線のミライイースも見たかった。 D ベースとはまた別車種にはなるが、海外にはこんなダイハツ車もある。え、何これ、めっちゃかっこいいんですけど。これは昨年インドネシアで発表されたアイラという車種の EV バージョンだ。そもそもそのアイラって車種を私は初めて聞いたんですけど、なんとなく初代ミライイースに似てるけど、アイラは一体どんな車なのかな？アイラはトヨタとダイハツが共同開発して、2012年から販売しているコンパクトカーだ。主にインドネシアで販売されている車で、1.0 リットルクラスのエンジンを搭載しているぞ。日本でいうパッソ、ブーン的な車ってこと？トヨタとダイハツの DNA が入っているので、まさにパッソ、ブーンのインドネシア版だな。この車の開発にはミライイースのノウハウ、つまりイーステクノロジーが採用されている。じゃあ実質ミライイースってことじゃん。いやそうはならないだろ、あくまで普通車なんだし。だが、実質ミライイースは言い過ぎにしても、普通車版ミライイース的なモデルではあるな。特にさっきのアイラ EV バージョンは、めっちゃミライイース感ある車だったね。3代目ミライイースの外観デザインは、アイラ EV みたいになると良いな。話がだいぶ逸れてしまったので、新型ミライイースに戻るとしよう。細かい外観デザインに関しては不明だが、新型ミライイースは前高が高くなるとの噂がある。軽自動車って背が高いイコール正義みたいなところあるし、新型で前高アップは全然あり得る話だと思うな。ただ前高を高く設計しすぎるともはやトールワゴンになっちゃって、ムーブやタントとの差別化が難しくなりそうな気もするけど。次は新型ミライイースのスペックだ。現行ミライイースはトヨタ、ダイハツ、プジョーなど複数のメーカーが共同開発したプラットフォーム。A プラットフォームを採用しているのだが、新型ミライイースは DNGA プラットフォームとなる。その DNGA ってトヨタの TNGA のダイハツバージョンって認識で OK？ その認識で問題ない。新プラットフォームを基幹とした商品力の飛躍的向上と、原価低減を同時に達成するための車作りのシステム。それが TNGA および DNGA だ。じゃあその DNGA プラットフォームも、トヨタとダイハツが共同開発したの？いやトヨタ譲りのシステムではあるが、開発自体は 100% ダイハツ主導らしいぞ。なお、DNGA プラットフォームには現時点で A、B、FR の3種類があって、新型ミライイースが採用するのは DNGA A プラットフォームとなるだろう。そう言われましても、それぞれの違いがわかんないよ。A は軽自動車やコンパクトカー向け、B は小型ミニバンなどが採用している。FR は後輪駆動プラットフォームで、主にダイハツ製商用車のためのものだ。ということはダイハツの軽自動車は、ほとんど DNGA A プラットフォームってことか。そういうことになるな。メモメモ。パワーユニットはどうなるの？現行ミライイースは KF 型と呼ばれる、直三自然吸気エンジンを搭載している。
最高出力49馬力、最大トルク 5.8kg と、出力やトルクは控えめな部類に入るが、その代わり燃費性能は超優秀という感じで、パワーユニットまで経済性に特化している。最大のライバルであるアルトは、ついにハイブリッド化されたけど、新型ミライイスもその流れに続くことになるんだろうか。新型ミライイスが搭載するエンジンは、現行型と同じ KF 型となる可能性が高い。スペックも現行型と同じと私は予想していたが、スパイダー7によると最高出力は52馬力とのことだ。新世代エンジンとかは搭載しないのかな？世界的に内燃機関の廃止が進んでいて、小型車にも EV 化の波が押し寄せている。そんな状況で新世代のエンジンをダイハツが新開発するとは思えない。エンジンはそうかもしれないけど、ハイブリッド化はあり得るでしょ？確かに競合のアルトに対抗するため、ハイブリッド化される可能性は高いな。しかし、ダイハツはスズキと違って未だに軽ハイブリッド車を発売していない。じゃあその第一弾がもしかしたら新型ミライイスになるのかもよ。日刊自動車新聞の報道によると、ダイハツは軽ハイブリッド車を2023年秋頃に投入する予定らしい。あれ？でも、スパイダー7が入手した情報では新型ミライイスは2023年5月でしょ？ああ、どちらのメディアの情報も正しいとすれば、新型ミライイスは発売時ガソリン車のみの設定だ。どちらかが間違ってる可能性もあるけど、今それを判断することはできないしな。2023年秋頃に登場する軽ハイブリッド車が、新型ミライイスという線も捨てきれないが、自然吸気ちゃんの言う通り、現時点では判断しようがない。でも最終的には新型ミライイスにも、ハイブリッドが追加されそうだよね。ダイハツが軽自動車向けに設定する新しいハイブリッドシステムは、スズキがアルトに搭載しているようなマイルドハイブリッドシステムではなく、ロッキーのシリーズハイブリッドシステムを、軽自動車向けに改良したものになるらしいぞ。へえ、それは魅力的だね。それでいてガソリン車との価格差を、20万円以内にすることを目標にしているそうだ。もしそれが実現できたなら、相当すごいことになりそう。なので新型ミライイスも最終的には、ガソリン車とハイブリッド車。大きく分けて2つのバリエーションを、同時に販売することになるだろうな。めちゃくちゃ楽しみだ。その他のスペックは据え置きかな？ボディサイズも前後以外は同じになるし、当然駆動方式などにも変更はないはずだ。でも前後がアップするんなら、車両重量も増加しそうだよね。確かにそれはそうだな。それによって燃費性能にどれだけ影響が出るかは今はわからないが。まあ元々の燃費性能は優秀だし、多少の悪化は全然問題ないでしょ。それよりも価格が気になる。現行ミライイスの価格帯は約86から137万円となっていて、2021年末に登場したアルトは、約94から138万円となっている。ベース価格は現行ミライイスの方が安いけど、最上級グレード同士だとほぼ同じになるのか。現行ミライイスはガソリン車だけど、アルトはマイルドとはいえハイブリッド車だから。お買い得感だとアルトの方が上かも。新型ミライイスの車両価格はガソリン車が約90から140万円。後に登場するであろうハイブリッド車が、120から160万円程度になると予想しておく。シリーズハイブリッドを搭載するとなると、さすがにアルトよりも高くなっちゃうか。その代わり燃費性能に関しては、アルトよりもはるかに優秀だぞ。日刊自動車新聞の報道によると、ダイハツの軽ハイブリッド車は、WLTC モード 30.0km を超える、燃費性能を目指しているそうだ。WLTC モードで 30.0km 超え、とんでもなく経済的な車だね。また、先進安全装備などもさらなる性能アップを実現するらしい。そこまでの大幅進化を遂げるのなら、価格アップも仕方ないと思えるかも。発売時期はさっきも言ったように、2023年5月頃と言われているが、日刊自動車新聞にはダイハツが軽ハイブリッド車を、2023年秋頃に投入予定とあるので真相はわからない。まあ日刊自動車新聞はその軽ハイブリッド車を、新型ミライイスとは明言していないわけだしね。私はスパイダー7の情報を信じてみようかな。それもそうだな。ダイハツの軽スタンダードであるミライイスが、新型でどんな車に生まれ変わるのか期待しよう。現在、Twitter で愛車をお披露目する企画を開催中だ。Twitter でシャープブンキャスモーターショーと、ハッシュタグをつけて写真を投稿してくれ。すでに多くのブンキャス視聴者が、愛車の写真を投稿してくれているぞ。
みんなが楽しく利用できるように、簡単なルールを設けているよ。ブンキャス Twitter や YouTube のコミュニティで、チェックできるので必ず目を通しておいてね。もちろん見るだけでも OK。もし気に入った車があったら、いいねしてあげてほしいな。ということで、今回はこれで終わりだ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またね。